こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の大きな領海内を日々監視しているのは自衛隊だけでなく、海上保安庁もまた大きな海を監視活動や救難任務についている。今領海内に侵攻してくる船といえば、尖閣周辺にいる中国公船ですよね。しかし海上保安庁は尖閣だけを監視活動しているわけではなく、日本の広大な海を監視し救難任務についています。今新たな試みがテストされていることをご存知でしょうか。今日は無人偵察機について見ていきましょう。2020年10月15日、海上保安庁がアメリカ製の大型無人航空機シーガーディアンを使用したテスト飛行を開始したことが報じられ、11月の上旬までの約3週間の実証試験が行われるという。今回この実証試験に用いられるのはアメリカのジェネラルアトミクスエアロノーティカルシステムズ社製の機体であり、形式名 MQ-9B、 通称シーガーディアンと呼ばれている無人機だ。もともとは9月中旬頃からの実施が予定されていたが、およそ1ヶ月ほど遅れで今回の実証試験は開始されており、青森県の海上自衛隊八戸基地を拠点として合計150時間の飛行が行われる予定とされている。シーガーディアンは地上から管制を行う遠隔操縦型のプロペラ式の大型無人機であり、今回の実証試験では操縦者も機体とともにアメリカから派遣されており、民間企業のアジア高速とその任にあたる。シーガーディアンは全長が 11.7 メートル、全幅が 24.0 メートル。最大高度約4万フィート、連続飛行時間35時間以上とされており、1日あれば日本の排他的経済水域の外周をも飛行可能だ。今回の実証試験では三陸沖の洋上だけでなく、日本海や小笠原沖などの太平洋まで幅広いエリアを飛行する予定であり、搭載したカメラからのリアルタイムの映像送信や飛行状態の確認が行われる。海上保安庁ではこれらの検証を通じて洋上での事件・事故に対する捜索への有用性や、主に北朝鮮などに向けた不審船の監視・探索から抑止に至るまでの用途への対応能力を見極めるものとみられる。ことに海上自衛隊八戸基地が今回の実証試験に全面的に協力を行っている点からは、海上保安庁のみならず自衛隊においてもその活用を検討していることがうかがえ、日本の無人機の今後を占うものとなるだろう。ジェネラルアトミクスエアロノーティカルシステムズ社製の無人機は、1年前の2019年年10月末には累計の飛行時間が600万時間を超過したことでも知られており、世界でも有数の無人機製造企業だ。ジェネラルアトミクスエアロノーティカルシステムズ社製はアメリカ空軍や陸軍、海兵隊をはじめ、イギリス空軍やフランス空軍、イタリア空軍など、
多数の国での採用実績を有している。これら軍での偵察、哨戒任務を担うことはもちろんのこと、アメリカの税関や国土安全保障省でも採用されており、日常の取締り活動や、自然災害時の対応など、多くの用途に活用されている。また、今回の実証試験は、2018年に、長崎県の沖合で実施された模擬飛行に、続くものであり、こうした実績を見れば、海上保安庁での採用も、まず間違いがないと考えて、差し支えがないところだろう。シーガーディアンはいかなる天候でも飛行が可能な全天候型の無人機であり、日本国内外を問わず民間の空域で飛行することができる高い汎用性も備えた機体となっている。シーガーディアンは複数のセンサーレーダー類を搭載しており、そこには多用途の海洋表面探査レーダーや逆合成海溝レーダー、赤外線カメラなどが含まれ、広範囲の探索を可能としている。海上保安庁では、固定翼機33機、回転翼機52機を現有しており、これらを運用して各種任務を遂行しているが、ここにさらに無人機を導入することで、監視体制や活動を強化する狙いがある。今回の実証試験には約9億円の予算が投入され、3週間の期間中に延べ13回およそ150時間ほどの飛行が予定されており、飛行面での安全性の確認や各種の模擬運用を行うとされている。具体的には実際に航行する海上保安庁の艦艇をどのような高度まで接近すれば識別が可能かの確認や、シーガーディアンの機体から警告用音声を発せられるかの確認など、複数の用途をテストする。こうしたテストの実施には尖閣諸島に対する中国からの圧力が高まっていることが背景にあると推察され、飛躍的にその数を増加させている同海域周辺の警戒態勢を強化する一助になると思われる。現在、海上保安庁ではおよそ1000人ほどの航空要員を要しているが、有人航空機の場合、遠方の海域まで飛行するには5人の搭乗員を必要とするなど、その要員数の確保にも負担が大きい。これを仮にシーガーディアンで行うとした場合には、拠点に2人のみの要員で代替することが可能になると考えられ、省力化という点からも無人機の早期の導入は欠かせないと言えよう。また、今回の実証試験に海上自衛隊が全面協力していることは、令和5年度までに無人機の導入を推進中である同隊の計画に対しても、その内容がフィードバックされることを意味しているのだろう。加えて、中国海軍と中国海協局の同様に、海上保安庁と海上自衛隊とが、尖閣諸島をはじめとする警戒活動の中で、これまで以上の連携を取ることも視野に入れた動きではないかと感じられる。ただ、こうした動きを危惧する向きもあるためか、海上保安庁では、シーガーディアンの装備は、同庁の業務上必要なものとすると表明しており、兵装等を考慮していない点を強調しているように見える。